とねぶた祭りがやってて、ラッセー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 汚いお声を吹いて、メンバー紹介、鉄橋じゃない山本亮、はい、よろしくお願いします。西村真紀、よろしくお願いいたします。2人とも私の教室の生徒なんです。はい、三味線すごく上手です。私より、で、だけど太鼓やってもらう、今日は三味線を吹いてもらって、はい、ちょっと杉並区の太鼓をお借りしまして、初めて疑似ネプタを皆さん一緒に、疑似じゃなくて、あ、ここは青森市内に今変わりました、新町通りの一角です。はい、皆さん映像を見ながらイメージしながら、私がラッセーラーラッセーラーと言ったら、ラッセーラッセーラッセーラーと言ったら、リズムがありますから、ラッセーラッセーラッセーラ、1、2、3、4のリズムでね、はい、リハーサル、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー、なかなかいいリズムじゃないですか。でもちょっとやっぱりね、賑やかさが足んないので大きい声で言いましょう。ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラーラッセーラー、ちょっと間違えてる人いると思う、でもいいと思う、間違えちゃう。ラッセーラッセーラッセーラ、これだんだん速くなっちゃう。でだんだん速くなると、私のあの横目の息の量が間に合わなくなって、酸欠で倒れちゃいます。あまり速くやらないで、
はい、ここは青森からまた杉並に帰ってきました。皆様ありがとうございました。津軽三味線の演奏でした。ありがとうございました。